それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。本日社会保障一体改革の関連法案が参議院本会議におきまして可決成立をいたしました。まずこの一体改革についてその意義を語る前に2つのことから私はお詫びしなければいけないと考えています。消費税を引き上げるということ、国民の皆様にご負担をお願いをするということは2009年の総選挙で私の民主党勝利をさせていただきましたけれども、その時のマニフェストには明記してございません。記載しておりませんでした。このことについては深く国民の皆様にこの機会を利用してお詫びをさせていただきたいというふうに思います。二つ目は、中小零細企業の皆様など、日々の資金繰りに大変ご苦労されている皆様がいらっしゃいます。家計のやりくりで、厳しい生活の中で大変ご苦労されている皆様がいらっしゃいます。そういう皆様にも、等しくご負担をお願いをする、そういう法案でございます。国民の皆様にご負担をお願いをするということは、政治家としてはなるべく自分の任期中は避けたい、逃げたい、先送りしたい、そういう切ないテーマです。減税をするときは胸を張っているかもしれません。でも増税をするときは本当に心苦しい、そういう気持ちでいっぱいであります。そうした二つの申し訳ないという気持ちを持ちながらも、なぜ社会保障と税の一体改革をやらなければ今いけないのか、いくつかの観点からご説明をさせていただきたいというふうに思います。一つ目は、社会保障の安定財源を早急に確保し、社会保障を支えていかなければならない状況に陥っているということでございます。長い人生の中で、残念ながら時には病気になったり、怪我をしたりすることは、どなたにもあり得ることであります。だんだん年を置いていくということは、これは人の定めであります。その時の生活をどうするのか、こういう時に出番があるのが社会保障の恩恵です。国民皆年金、国民皆保険、介護保険、こうしたさまざまな社会保障の恩恵に、どなたもどこかの段階で寄さなければならない、そういう私は運命だというふうに思います。この国民生活に直結をしている社会保障でありますけれども、人類が経験をしたことのないような、世界最速のスピードで少子高齢化が進んでおります。その社会保障費は毎年1兆円規模で膨らみ続けています。その社会保障を支えるために、誰かが負担をしなければなりません。負担なければ給付なし、打ち出の小槌のようにどこかからお金が湧いてくるわけではありません。今回、消費税の引き上げという形で、国民の皆様にご負担をお願いいたしますが、その引き上げられた分は、増収分は、すべて社会保障として国民の皆様に還元をされる、すべて社会保障として使われるということをお約束をさせていただきたいと思います。二つ目は、未来を搾取するという、そういうやり方は、もはや通用しない。取るべきではないということであります。社会保障の給付は高齢者中心、そして負担は現役世代の所得税や保険料中心というやり方では社会保障の持続可能性はありません。現役世代の負担だけでは足りなくて、将来世代に付けを回し、将来世代のポケットに手を突っ込んで今の社会保障を支えるというやり方は
これは持続可能性がありません。したがって今回は給付、負担、両方合わせて世代間の公平を図るというそういう改革の理念の下で法案をまとめさせていただきました。未来を搾取するという社会には、将来に不安を抱いたまま、将来に夢を待たない社会が続くということであります。その流れを変えていく改革であるということを、ぜひ国民の皆様にはご理解をいただきたいと思います。3つ目は、私どもの暮らしと暮らしの安定のためには、日本という国の信用が失われてはいけないということでございます。今、欧州の債務危機、世界中が懸念をしている状況となっておりますけれども、ひとたび国の財政に対する信任を失ったときに、それが金融不安、経済不安、信用不安につながっていき、ひとたびそうした不安が広がった暁に、急いで対応をしようとするならば、年金等の社会保障を削り、公務員の給与をカットし、国民生活に甚大な悪影響を及ぼすようなことをやらなければ、そのような緊縮策を取らなければならないということを、われわれは目の当たりにしています。日本をそのような国にしてはなりません。長期債務残高は世界一の水準です。でも、金利が低利で推移をしている今のこの状況の中で、社会保障の安定財源を確保し、財政健全化を同時に達成をするということを、今から歩み始めていくことが大事であるということについても、ぜひ国民の皆様にはご理解をいただきたいと思います。4点目は、このような困難を伴う課題解決でございますので、大変多くのご賛同をいただくということは容易ではございません。だからこそ、今までやらなければならない課題であると、多くの政治家が分かっていながら、ずっと先送りしてきたのが、この一体改革だったと思います。今求められているのは、決めなければいけないときに、先送りをせずに、決めきる政治だと思います。決断しなければならないときに、決断する政治を行うことこそ、最大の政治改革だと思います。こうした必要性から、今回の一体改革を国会でお諮りをし、今日成立をさせていただきました。この改革を行っていくことは、本当に困難を極めました。先輩政治家たちが消費税を導入するとき、あるいは税率を引き上げたとき、筆舌に尽くしがたい、大変なご苦労をされたことを、私も承知をしております。実際、私自身も、今日の成立に至るまでは、想像を超える厳しい困難があったということを体感をさせていただきました。よく、私が政治生命をかける、この改革には政治生命をかけると言ってるけども、なぜ震災復興や原発事故との戦いや、経済の再生に政治生命をかけないのか、こういうご質問をいただきました。震災復興も、原発事故との戦いも、経済再生も、行政改革も、これは与野党問わず、どなたもやらなければいけないテーマだと思っています。全身全霊を傾けてやらなければいけないテーマだと思います。国民の皆様も、ほとんどの方がご賛同いただけると思います。しかし、国民の皆様にご負担をお願いをする、このような一体改革は、国論を二分するテーマであり、政治生命をかけるという覚悟がなかったらば、ぶれたり、逃げたり、避けたり、ひるんだりする可能性がありました。だからこそ、あえてこのテーマについては、政治生命をかけるという不退転の覚悟の思いを述べさせていただきました。
今日こうして成立をさせていただき、三党合意に知恵を出し、汗を出し、そして審議を通じてご賛同ご支持をいただいたすべての議員の皆様、ご賛同はいただけなかったけれども、多角的な観点から議論に参加をしていただいた議員の皆様、すべての議員の皆様に万感の思いを込めて感謝を申し上げたいというふうに思います。なお、この一体改革をもってすべてが終わりではございません。国会審議を通じてもさまざまな宿題や検討課題をいただきました。こうした課題もしっかりとこれから取り組んでいかなければならないと思います。あわせて国民の皆様は、一体改革とともに経済の再生、政治改革、行政改革、包括的にやってほしいと思っていらっしゃる、そういうご期待があると思います。そうした思いにもしっかり応えていく政治というものを、これからも実現をしていきたいと考えております。なお、最後に別件ではありますけれども、本日、韓国のイ・ミョンバク大統領が竹島を訪問をしました。今回の竹島訪問は、竹島が歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であるというこの我が国の立場と相入れず、到底受け入れることはできません。私としてもイ・ミョンバク大統領とはお互いに未来志向の日韓関係を作ろうということでさまざまな努力をしてきたつもりでございますが、このような訪問はそうした中で極めて遺憾に存じます。日本政府としては毅然とした対応を取っていかなければならないと考えております。本日その一環で韓国側に対して現場外務大臣から厳重に抗議を行ったところです。また抗議の意思を示すために武藤駐韓大使を本日帰国させることとした次第であります。以上申し上げ、私の冒頭の発言とさせていただきます。